ウィリアム・ウォーカー・グラナダのウォーカー・タク・トルヒーヨにある、ウォーカーの墓、ウィリアム・ウォーカーは、アメリカのフィリバスター、冒険家、傭兵、ニカラグア大統領、テネシー州ナッシュビル出身。14歳で、ナッシュビル大学を卒業すると19歳で、ペンシルベニア大学で医学を治め、医師資格を習得している。その後、ヨーロッパで医学を学び続けたが、他の学問にも、 関心を持っていた。19世紀半ば、アメリカでは、領土拡張の機運が高まっており、ウォーカーも自らの国を持つという野心から、1853年、45人の部下を従えて、メキシコ領内に攻め込み、バハカリフォルニア半島に、ロアーカリフォルニア共和国、ついで1854年に、ソノラに、ソノラ共和国の成立を勝手に宣言した。これは、 アメリカとメキシコの軍隊によって鎮圧され、ウォーカーも捕らえられたが、すぐに釈放されている。同じ1854年12月、ウォーカーは、ニカラグアの自由党から、中米連邦崩壊以前から断続的に続いていた、保守党派との内戦を終結させるための援軍を求められ、翌1855年6月に57人の部下を従えて、ニカラグアに上陸した。 ウォーカー軍は海進撃し、10月にはグラナダを占領して自由党の政治家、パトリシオリバスを大統領に据える。ウォーカー自身は軍の最高司令官になり、実権を掌握した。しかし、当時ニカラグアはパナマと並んで中米地境における運河建設の候補地であり、これをめぐってウォーカーはリバスと対立するようになる。1856年。 ウォーカーは自ら大統領選挙に出馬して当選するとすぐに生まれ故郷であるアメリカ南部の制度に習って黒人奴隷制を復活させた。さらにアメリカ人が土地を所得しやすくなる法律を交付し英語を公用語にしてニカラグアをアメリカ南部を中心にしたカンカリブ海帝国を建設するための拠点にしようとした。彼が制定したニカラグア国旗こうした動きに不安を 感じた近隣の中米諸国は軍隊を集結させ、イギリスやバンダービルト財閥もウォーカーに敵対する構えを見せた。またこうした政策に反発したニカラグア国内の反ウォーカー勢力も結集した結果彼は追放されるが、その際にグラナダに放火するという蛮行に走っている。ウォーカーはリバスの戦いの後、1857年に、 コスタリカ軍を中心とした中米連合軍に降伏し、アメリカ海軍に護衛されて帰国した。アメリカ本国では英雄として扱われるが、それでも自らの国を持つ夢を諦められず1860年に、今度はホンジュラスのトリヒンヨに上陸したが、現地の協力を得ることができず、隣接する英雄ホンジュラスのイギリス海軍に捕らえられた。アメリカでは、 南北戦争の直前だったこともあって、米国民から注目もされないまま、ホンジュラス軍に引き渡され、9月12日に処刑された。36歳没。ありがとうございます。